エティエンヌ・ルイ・ブーレイは、フランス革命期の建築家。実作は少ないが、ニュートン記念堂など幾何学的で得意な形態の建築計画案を残し、いわゆる原始の建築家として知られる。ブレ、ブレイとも表記。ニュートン記念堂パリで生まれる。エティエンヌ・ルイ・ブーレイは、クロード・ニコラルドゥーと共に、ジャック・フランソワ・ブロンデルの弟子であり、18世紀半ばからの、 新古典主義建築の影響も強く受けた。ルドゥが著作によって影響力を持ったのに比べ、ブーレイは建築の教師であり、多くの弟子を通じて大きな影響力を持った。1762年には建築アカデミー会員に選出され、プロイセン王国のフリードリヒ2世の主任建築家となった。ブーレイは1762年から1778年にかけて、 多くの指定を手掛けたがそのほとんどは現存せず、実作としてはパリのアレクサンドル帝の他少数が知られるのみである。彼のデザインしたサントジュヌビエーブを巨大化させたような大教会ピラミッド型の霊廟、長巨大ボールトに覆われた国立図書館、そしてニュートン記念堂などの巨大建築の計画案は対象性が重視され、 球体などの幾何学的マッスが強調された、崇高なものであった。彼の影響は、ピエール・フランソワ・レオナール・フォンテーヌの大帝国の君主たちの記念碑や、アントワーヌ・ロラントマ・ボードワイへのコスリタンの家などに見ることができる。フランス革命期の新古典主義の建築家には、革命的な建築運動に携わっているという自負があり、建築によって社会が完全に刷新することを信じた。 彼らに共通する要素は、厳格な立方体のシルエット、直線的な構成、半円のドーム、道リ屋式とトスカナ式のオーダーを好んだ。エミール・カウフマンの三人の革命的建築家ブレ、ルドゥー、ルクルによって、近代建築の先駆的な存在として評価されるようになった。翻訳は中央公論美術出版。ありがとうございます。